日本キリスト教団大阪教会は、大阪府大阪市西区に本拠を置く、プロテスタント教会。ウィリアム・メレル・ボーリズ設計の赤レンガの教会堂で、知られる。アメリカンボードのアメリカ人宣教師ゴルドンが中心となって明治7年、ゴードンの受選者5人と、日本キリスト公会からの転入者2名により、設立された。西区本田梅本町に創設された梅。 本町公会を前身とする日本最古級のプロテスタント教会である。改修派の流れを組み、日本キリスト教団成立以前は日本組合キリスト教会に属する教会であった。バイカ女子大学などを運営するバイカ学園は梅本町公会が同じ改修派のなにわ教会と共同で設立したもので、学園名は梅本町の梅となにわの 花から取られている。ウィリアム・メレル・ボーリズの設計により1922年に竣工したロマネスク様式の教会堂。フランドルズ・ミレーンガ外壁に正面妻壁のバラ窓を特徴とする礼拝堂の背後に戦闘がそびえる。1995年の阪神・淡路大震災で反壊したが、半年間の復元、耐震補強工事により復興、翌年の文化財保護法改正。 文化財登録制度発足と同時に、国の登録有形文化財に登録される。また、生きた建築ミュージアム、大阪セレクションに選定された。ありがとうございます。